3つ目です。よっ、私も入りたいと子供が言ってくれる。はい、ということで、はい、まあ、こちらは要するにその一人で生活できる方が入居されていますので、うん、まあ、子供さんと一緒に見に来て、来る場合も多いそうでね、うん、はい、そうですね、うん、一人で生活できるっていうよりも、はい、一人で生活してたんだけども今まで、うん、はい、なんだけども雪かきがもう大変になってきたとか、 はい、あとご飯作るのにも、うん、ご飯は作れるんだけど、うん、買い物行くのが大変になったとか、なるほど、はい、あとどっかにこう病院とかに行くにも、うん、なかなかバス乗って一人で行くのはしんどくなってきた、うんうん、っていう方たちのためのここなんですよね、はい、でやっぱりそういうことに懸念するお子さんたちがいろんなところを探してて、で、ここに入られてるきっかけも、はい、子供さんがここを探して見学に来て、うん、はい、あ、私入りたいわ、私が入りたいわって子供の方が言ってくれるぐらい、もう本当快適そう、いや本当快適そうですよね、ここならね、うん、私も入りたいなと思うぐらいな、うん、だってこちらに入ったら、そうだな、これになったら多分大変であるだろう、お掃除とか、うん、あとご飯の支度とか、うん、そういうのを自分の必要な分だけお願いして、うん、そうなんです、あとは自分で自由に好きなようにしてていいって言うんですよ、うん、そうなんです、そこの自由度の高さたるや、今すぐでも入りたいぐらいですけど皆さんそうおっしゃっていただけますうち朝ごはん、昼ごはん、はい、晩ごはんと3食それぞれ金額違うんですけど、まあ中にね、流しもちゃんとしたのついてるんですよね。だからまだ元気な方は、うん、自炊されてる方もいらっしゃいます。それで、朝はゆっくりしていたいから、はい、ここに来て食べないで自分で食べるから、朝はいらない。私もコーヒーとクッキーぐらいでいい方ですね、うん、私もあんまよく食べれない、うんうん、それで昼は、友達と食べに行くからいらない、うん、あ、なるほど、うん、でも夜は今日は早く帰ってくるから、晩ご飯だけお願いしますっていうのを前の日か夜だったら朝言ってくれれば、それで OK なので、そういうような提供して出した分だけ請求させていただくんですよね、いいですね、すっごい自由だと思いませんか、ね、いいなと思って、なんかここが 1号店というか第 1棟目じゃないですか、はい、なんかこれから先っていうような夢はありますか。あります、あります、はい、まずは、うん、やっぱりどうしても介護が重たくなって、はい、24時間どうしてもお世話しなきゃいけないっていう場合の、うん、そういうこういうもの、その時には1階に保育園を作りたいんですよ。あ、1階に保育園を、うん、なるほど。ただ、働いてる職員のお子さんいても働けますでしょ、でそのお子さんを見て、うん、おばあちゃんたちがほっこりしてちょっと元気になる、で子どもたちもおばあちゃんを見ることによって親とは違う世代っていうのはすごい子どもにとっても大事なんですよね、うん、その部分っていうのはね、うん、なのでそこも一緒に見れるようなものも作りたいのと、はい、あと私はあんまりそこまでは考えてなかったんですけど、はい、これは他からのリクエストで、はい、もうちょっと町の方に自分が入れるようなところを作って、はい、みたいな感じで、私ここ見て一番最初に川原田さんに言ったのが多分今の 4,50 代でもニーズがあるかもしれないから町中のね交通の便利のいいところ、だから要するにここからここで暮らして仕事に行けるんですよ、うんうん、働いてる方ですよ、うんうん、そういう方今だって60とか70とかでもいろんなお仕事を持たれてる方もいらっしゃるから、いますいます、うん、仕事ができるぐらいのもう元気なんだけど、うん、でもここに最初からこう住んどく、うん、そういうニーズあると思うんだよな、うん、そっちの方は私ちょっと早くでもね、本当にそれはね、いろんなところから言われてて、うん、いやそんなにニーズがあるのだったら、はい、本当にやってもいいなと思うんですけど、ただやっぱりそういうふうにしてもらうにはやっぱ50代60代の方々がいかにこれからどういう自分で老後を過ごしていきたいかっていうのを、はい、やっぱり自分なりにね考えてもらいたいなって思うんですよね、はい、今後やっぱり介護保険っていうのもなかなか使えないし、はい、私がここを介護保険の使わない施設にしたのは、うん、結局もう介護に頼らなくても、自分のできることを一生懸命やって、はい、できるだけこう自分の力で生活してもらいたいっていう思いで作ったのがここなので、今の本当50代60代の方は、うん、そこをもっともっとなんかこう勉強してね、これからどういうふうに、もう国も変わってくるし、いつまでも制度に頼れない、そう
時代が来た場合に自分たちでどうするかっていうことをちゃんとね、うん、一緒に考えましょうということなんですけれども、あのいろいろ業界の方が視察にいらして、え本当に介護保険使ってないのとかみんなびっくりされるんだそうでそういう意味じゃ本当にまだまだやっぱり珍しい施設なのかしら。そうなんですって。あのまだ多分今までその東京の方でグループリビングっていうのをやってたけども、はい、ここまでこう結局長く続かなかったっていうのはそこでみんなあのなんていうのかな、あ儲からないな、で採算取れないなって言って辞めていかれる方の方が多かったと思うんですよね。だけど北海道のここでね、はい、それをあの使わなくてもできるっていうのを、はい、なんとかこうやっていきたいなっていうのが、うん、私のチャレンジ精神じゃないですけど、いきたいなと思って。あの手応えとしてはどうですか。もう先ほども伺ってたらこれからやりたいこといっぱいお持ちですのまずここは第一歩、うん、去年の9月っていうことですけど、はい、今あのおかげさまで12室あるうちの半分はあの入っていただいたので、あと半分、あと半分、うん、そうですね、うん、満杯にして満杯にして、はい、その次の夢に、はい、あのつなげていきたいなと思ってるんですよね。で他のところから見たらあの お値段もリーズナブルなんですよね、うんうん、はい、私はあの年金15万もらってる方が入れるっていう条件で作ってますんで、13万ぐらいなんですよね、全部いろんなもの合わせても。なるほど。であと2万はお小遣いになるような、うん、はい、風に料金設定してますので、だから多分これを知ったら皆さん、ああ入りたいって言っていただけるんじゃないかなと思って、ね、うん、一度見に来てみたらいいと思います、うん、本当に新しい形だと思いますし、うん、あの友達がね、子供のいない友達があの子供がいていいわね、私なんか一人だからね、自分の老後のことは自分で考えなきゃいけないって言うんですよ、うん、同級生集まると、うん、でももう一人の友達、子供3人も4人もいてもみんな今の時代ね、うん、子供に面倒見てもらおうなんて思わないでしょ、うん、子供が自分のことを自分で守ってさえくれれば、うん、もう十分同じじゃないですか、うん、今の時代。そうそうそうですよね。子供に面倒見てもらおうなんていう人、子供3人も4人も産んでるお母さんだって思ってないんですよ、うん、じゃあどうしようかっていう話を今本当にこういう時代だからこそ真剣に考えなきゃいけないですね、うん、そうですね、うん、自分に巡ってきますからね、はい、そのうちね、うん、そういう問題っていうのはね、うんうん、そういう保険とか、うん、国の、まあ、あのサポートに頼らない、うん、自分たちの思い通りのっていうか、うん、自由度の高い老後っていうのは過ごせそうでしょうか。大丈夫です、うん、私が一生懸命お世話します素晴らしいこの T シャツもありますよ、ほら、ワクワクする楽しい老後をお手伝いします。これがうちの理念なんです、はい、ただ老後ってどっちかっていうと寂しいとか暗いとか、はい、あのどうしてもこうマイナスイメージがつきまとうんですけど、はい、それにあのわざとワクワクっていうのをつけたんですよね。なるほど、うん、そうね、ワクワクする楽しい老後をお手伝いします。今まで一生懸命生きてきたんだからやっぱ老後はなんか笑ってケラケラね、楽しいことをして生きてきたいな。本当そうです、ね、うん、なので今ここに入られてる入居者さんたちにも、はい、あの今したいことをたくさんしてください、できることをたくさんしてください、何でもいいので、うん、めんどくさいことはしなくていいですって言ってるんです。うん、ね、さっきもあのすれ違いましたら皆さんなんかにこやかに、うん、会話をされてましたのでとても羨ましいなというふうに思いましたそんなわけで、今日のゲストは株式会社アクティブライフ取締役フルールハウス管理人の川原田花江さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。